四日市ローカルミュージックプログラム KOS TV です。どうぞよろしくお願いします。はい、ナビゲーターの中川翔司です。さあ、今日は我々の四日市クラブ KOS あっちにあるんですけども、 KOS から歩いてこれ何分ぐらいですか？1分。こちらイタリカに行ってみたいと思います。 KOS TV。行ってみましょう。いや、涼しいね、今日は。階段上がってすぐそこ、こちらです。お邪魔します。ケアス TV。 これあの取り物と、いや、僕お肉の声出たんですよ、なんか。黒毛和牛ありました。いやー、うまそう。これ男前ですよ。あの、ピントが合ってなかったんで、もう一回行きますから。2回滑ったギャグだと、なるほど。はい、はい、すごい、すごい。今の超かっこいいですTV、 yeah!こちらパンチェッタとさつまいものクリームソースです。はい、こちらラグーボロネーゼのタリアテッレです。はい、こちらが国産牛ランプ肉のタリアータです。パンナコッタです。いただきまーす。うまっ。うん、おいしい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 。肉もいただきます。ケアス TV。 はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいくつか質問をしていきたいと思うんですけども、はい、
やっぱ気になるのが一つあって。何ですか。いいですか、はい、名前ですね。名前の由来かなんか教えてもらっていい。出た出た。じゃあやっぱ一番気になるかなと思って、まあイタリアとメタリカの名前が似てるからぐらいのノリというか、その響きでつけちゃった感じですか。まあ酔っ払いながら怒るかな。酔っぱいながらつけてた。多分そんな記憶ないんでね。でも、まあ、考えたのはもう10年ぐらい前です。その時からもう料理とかっていうか、そのお店出してたりとかしてたんですか。自分でやったのはもう初めて。はいはいはい。でもまあ10年は盛りすぎましたね。盛りすぎましたね。今独立するのにあたってね、まあ、イタリアンなんてそこら辺にね、そこら辺歩けば 2,3 軒あるようなメジャーなところで、はいはい、じゃあ何か個性を出したいなっていうので、おじゃあ何ができるかなって言った時に、まあ、僕の他にね好きなもんっていう、まあ、ヘビーメタルぐらいだったもんで、お、うん、まあ、それでちょっと絡めたので。なるほど。もともとメタルの音楽っていうのはすごい好きだったんですか。そうですね、まあまあ、厳密に言うとブルース寄りのクリームとか、はいはい、ブラックサバスとかって系。マスターって呼んでいいんですか。僕ずっと今日マスターって呼んでるんですけど、一応正式にはメタルマスター。メタルマスター全然誰も呼んでないんで大丈夫です、はい、メタルマスターって言ってもらうか。修行とかってされたんですか。まあ、イタリアには一応行きましたけど、まあ、イタリアでがっちりやったっていうのじゃなくて、本場のを見に行ってたみたいな感じの。あ、うん、何年も修行してたとかそんなんじゃなくて。そうですね、まあ、半年ぐらいだと思うんですよ。半年、半年、2回ぐらい行ってるんで、半年と3ヶ月かな。まあ、3ヶ月は、まあ、修行修行というか、まあ、体験しに行ったの。体験。イタリア料理ってやっぱり家庭料理なもんで、うん、インスタ映えとかそういうのじゃなくて、本当にシンプルな、お母さんが作るような料理がイタリア料理だと思っとるので、そういうのはちょっと見に行きたいなと思って。僕も何回かリハ終わりとかリハ前とかに。そうですね、もう京王線に近いっていうのは本当にいいですよね。はい、ちょっと狙ってるとこ。結構京王線のバンドマンとか来ますか。ちょくちょくですね。魅力、うん、ただあんまり言ってくれない人が結構多いもんで。本当ですか。帰った後になんかあの人今日ライブなんやで行ってきましたみたいなんで、言うてくれればね。そうですね、じゃんじゃんガンガン言ってほしい、ね。まあまあ、ビール一杯ぐらいメーサーで出てきたかもしれないんでね。その時はその時で。メタルコンビナート、はいはい、イベントありましたよね、はい、ちょっと今その、ね、延期になっちゃったりとか、ね、ありますけども、それでも出店とかって。そうですね、やらせていただきました、ね、第1回の時に出店をしてもらった。そうですね、1回目から。で第2回もちょっと声かけてもらってたんですけど、はいはい、残念ながらということで。まあ、その出店した時ってどんなのが食べれるんですか。1回目の時はパニーニって言って、イタリアのサンドイッチみたいなやつを、はい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 、その場で作って売るみたいな感じでやらせてもらったんですけど。パニーニ、イタリア特製パニーニが食べれたっていうことですか。そうですね、まあ、特製っていうか、まあ、それ焼くだけなんですけど。Chaos TV。 他のイベントでもぜひ、ね、呼んでもらえればどこでも行きます。本当ですか。はい、あの悲しい弁護団の時にも、ああ、ごめんなさい、こういうコラボができる。中でやってもらってもいいですよ。本当ですか。ここでライブしたりとかもするんですか。まあ、今までやったことはないですけど、できるかなっていうのを、ね、あ、うん、ちょっとこじゃれたアコースティックライブみたいな感じな感じがしますね。確かに。持ち込み企画をお待ちしてます。ランチとディナーでお店の雰囲気と変わるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、ランチタイムはやっぱりビジネス街なんで、はいはい、OL さんとかサラリーマンさんが多いもんで、あんまりちょっと激しめのはやめて、はい、カントリーだったり、あ、ジャズ、いいですね、ブルース、その辺をかけてるんですけど、はい、ちょっとね、そのジャズもメタルバンドの人がやってるジャズだったりとか、あ、なるほど、ね、メタルとかロックの曲をアレンジしたジャズだったりとか、ちょっとひねり加えたりとか。そこにもこだわりがじゃあ、あるってことですね。そうですね。ただもうほとんど気にしてないですね、皆さん。いやいやいや。で、夜はでもガンガンにメタルかかってる感じですか。夜、そうですね、ガンガンで言っても、まあね、ちょっとデスメタルとかはやりすぎなんで、まあ、LA メタルとか、あ、オーソドックスな感じですね。メタル好きな人でイタリアン食べたけど敷居が高いわって思ってる人はぜひ1回来てもらえて、うん、もう本当にイタリア料理って本当に敷居が低いもんなんで本来、うん、そんな絶対ワイン飲まなきゃいけないとかコース食べなきゃいけないとかはないので、うんうんうん、本当にパスタいっぱい1回、ね、1皿ビールいっぱいとかでも全然問題ないので。確かに、まあ、カジュアルな印象があるというか、うん、だからそういうのもちょっと欠けてあるというか、うんうんうん、ロック音楽とかメタル音楽に偏見を持ってる人もおるやろうし、うん、ロックってもっとねフラットなもんだよっていうのをアピールしたいというのも、まあ、こじつけですけど、いやいや、先月2周年を迎えまして、はい、T シャツなんかを作りました。あ、去年も作ったんですけども、お店じゃないと買えないから。そうですね。じゃあお求めはお店まで、はい、1着2500円です。2500円で、2500円3枚買うとなんと7500円。
そのままです。数量限定ですか？そうですね。もうサイズによってはちょっと売り切れが出てるので、もう在庫はなくなり次第終了ということですね、はい。あとその最新情報なんかはもう SNS チェックしてもらったらいいですね。そうですね。ツイッターありましたよね。確かツイッターとインスタグラムやらせてもらってますので、はい、またぜひフォローとご来店お待ちしております。はい。ケイオス TV。はい、ということで本日はトラットリアイタリカさんにお邪魔させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ダルマスターにぜひ会いに来てください。ますなんか最後に何かないですか、はい、一言。あ、そんなの弱いんですキュートな感じですね、やっぱり、はい、よく言われます。よく言われますイタリカの詳細などは概要欄に書いてありますので、気になった方はどんどんチェックしてください。よろしくお願いします。以上、ケイオス TV でした。また来週お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。